それで被害者の情報は？はい、被害者は平川綾さん。このホテルが主催したパーティーの参加者です。そうか、パーティー会場が停電し明るくなった時にはすでに死亡していたと。そしてその時被害者の近くにいたのがウェイトレスの米田理香さん、ライターの中島義雄さん、そして職業不詳の佐藤大樹さんです。なるほど、容疑者は3名か。では事件当時の様子について一人ずつお話を伺ってもよろしいですか？はい、私米田はお客様の食器を下げている最中でした。ちょうど平川様の食器に手を伸ばした時に停電が起きて。ありがとうございます。ではあなた。僕はライターをやっていまして、参加者の皆さんにお話を聞いていました。ちょうど平川さんのテーブルに移った時、あたりが真っ暗になって。ありがとうございます。では最後に佐藤さん。ああ、俺は同じテーブルにいただけ。たく付き合ってらんねえよ。俺は部屋に戻るからな。待ってください、まだ聞きたいことが。うるせえな、俺はやってねえよ。言ってしまいましたね。ああ、しかしこの状況はまずいな。え、どういうことです？わからないか、このお決まりの状況。あ、もしかして。そうだ、勝手に一人で行動する人は大体死ぬ。まずいですね。まずい、もしかするとそろそろ。やっぱりか。早かったですね。探偵さん、佐藤さんが廊下で。大体わかっています、規定路線なので。規定路線？いえ、こっちの話です。佐藤さんが亡くなった。そんな、このままじゃ僕たちも。中島さん、慌てないでください。人が死んだからって何ですか、みっともない。おい君、さすがに言葉のチョイスが悪いぞ。ああ、すみません。皆さん、犯人は我々が一人になる瞬間を狙っています。これから先は。あ、またしても停電か。これはまずいぞ。まさか先生。そうだ、もう一度殺人が起きる。犯人もやりますね。きっと今頃誰か殺されているだろうな。そしてそろそろ。あ、やっぱりか。停電って便利ですね。まったくだ。でもおかげで容疑者は絞られた。米田さん、犯人はあなただ。それは俺が言うやつだ。そんな、私はやっていません。しかし他の容疑者は。他の容疑者は亡くなっているんです。あなた以外にありえない。デジャバルね。そんなの消去法で選んだだけじゃないですか。だったらあなたたちだって。あ、待ちなさい、追いかけるぞ。はい、こら米田、待てーい。見失いましたね。この逃げ足の速さ、やはり犯人は米田。まさかあそこに倒れているのは。困る、それはすっごい困る。まずいですよこれは。ああ、迷宮入りだ。